はい、この前刺繍完成したこれをちっちゃなバッグにしていくんで、まずこう切ってこう再度縫います。はい、端再度縫ったんでこうなるんですけど、底の部分も底裏からまたで、そこをこう、こう塗って、で、これを裏返すと、こう、トートバッグ型に。持ち手はこう、細く切ったのを、こう、こう折って、さらに半分折って縫います。こう縫います。こう縫えたのをまたさらに半分に折って縫います。はい、こんな細い紐ができました。これ持ち手になります。めっちゃ細いです、これ。これもあの大きいトートバッグとも作り方一緒ですね。ただちっちゃいんでめちゃくちゃ大変ですけど作る。んで、持ち手もここに挟みながら縫っていきます。はい。ちょっと、あ、もう並縫いで、細かい並縫いで縫い付けていってます。これぐらい、これぐらいかな。ちょっとピントが合わない。ちょっとちっちゃすぎて。でもめっちゃ可愛いんですけど、もうすでに。でも、このまま、あと、あ、塗っていきます。こうやってね、もう波、波縫いで。できました。めっちゃちっちゃい。こんなめっちゃちっちゃいのがねめっちゃ可愛いんですけど、めっちゃリアルにできて、もうこれと全く同じな感じで、顔なしにちょっと持たせてみます。はい、あー、ちょっと大きいかな。ちょっと大きいですよね。ちょっと大きかった。でもリュックもこのカバンもお揃いで、お揃いなんですけど、めっちゃ可愛い。はい、こっち私ので、リュックとカバン、そしてこれが顔なしのとお揃いの、この見てください、この大きさ。めっちゃ可愛い。比べるとこのサイズ可愛い。これでキャンプ近いうち行ってきます。もうだいぶ寒くなってきたんで、まあちょっと着込むかストール持って行ったりして、でスモークあ、燻製をしにまた森に行ってきます。でハンモックで揺られながらちょっと癒されに行ってきます。今日も見てくれてありがとうございました。またキャンプ動画撮ります。それではさようなら。